皆さんこんにちは。今回は、新キャラですね。どうやら新しいテイストのキャラが発表されました。虚数で知恵のキャラですね。久々に完全に新しい属性と運命タイプの組み合わせですね。名前は、ランハ、と読むようです。すごい、原神のナタのキャラ発表チックな背景ですね。そして、説明的には再びピノコニーに舞台が戻るようです。サンデーがあの後どうなったのか、気になるところですね。そして、巡回レンジャーってことで。結局お前何しに来たん感が若干あったブートヒルの深掘りもされるんでしょうかね。そして、巡守以外も巡回レンジャーなんだね。まあ、ラフのキャラも全部巡守じゃないし、厳密にはあんまり関係ないのかな。あとは知恵虚数ってことですが。2.6 で確か模擬宇宙の高難易度が追加されるはずなので。ランは接待系、虚数接待系になりそうですね。無突ジェイドは結局虚構への特化具合が強かったので。ランは一応軽減みたいに。単体に対しても火力を出せるコンセプトだったら嬉しく思いますね。あとは虚空の復権を虚数追加でワンチャンやってほしいなぁ、という気もしますね。虚数限定はこれで壊滅、遵守、知恵が揃うわけですが。霊障は微塵も相性ありませんでしたからね。虚数バフをせっかくなので、活かせる状況になってほしいですね。余談ですが、アスターとかも炎バフ持ってるけどめっちゃ忘れてたわ。以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。